高校生漫画チームナンバーワンを決める漫画甲子園の予選審査が行われ、県勢3校を含む33校が通過しました。1992年から始まった漫画甲子園は今年で33回目を迎え、8月に本選が開催されます。今年の予選のテーマは脱出とサブスクの2つで、海外の15校を含む200校から応募がありました。今日は予選審査が行われ、33校の通過が決定。このうち県勢は高知大手前高校、高知商業高校、土佐高校の3校が予選を通過しました。今年の作品について審査員からは、分かりやすさが欲しいなど厳しい意見が多く上がりましたが、未来の漫画家たちに期待も寄せていました。素晴らしい高校生たちです。やはりこういう人たちがですね、これから日本の漫画界を背負っていくんだと、私は非常に楽しみにしております。本選は8月3日と4日、高知市文化プラザカルポートで開かれます。